日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。なんとのスーパーカズレーサー 4L サイズを食べたいと思います。まあ L サイズのピザって久しぶりに食べますね。クーポンがあったので頼んでました。ちょっと食べきれるかなという不安はあるのですが、まあ食べ物を粗末にしたくはないのでいろいろ食べていきたいと思います。どのなんかちょっと四角に入ってしまっていますが、このように4種類の味が入っています。あと耳の部分にソーセージが入っている生地もあるようですね。ではまあどれがどれだかわからないのですが、まあお肉だったり野菜だったりするので食べていきたいと思います。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。そういえば私のピザは初体験だったわよね。どう？美味しい？ええ、ピザハットとはまた違った味わいがありますね。このプルコギはピザハットのものに比べるとお肉の脂がしつこくないですし、あ、でもちょっとするかな。チーズはピザハットのものより濃厚で、耳にウインナーやチーズが入ってるっていうのも変わり種で美味しいですね。ただなんかトマトの酸味は効いてるけど他に特徴がないのもあるし、なんだろうな、よくわからないものもあるので先にレギュラー商品食べた方が良かったかなと思ってる部分もちょっとあります。ただシンプルにボリュームがあって美味しいので、チーズが好きなのであれば、うん、で先に言っちゃったか。だけど一番美味しいのはやっぱりあれかな、うん、ごちそうさまでした。まずピザ生地なんですけど割とふっくらとした食感で、端の方にウインナーが入ってるのはもちろんパキッとした食感がしっかり口の中で弾けてくれたのですが、何もないように見えた方にも実は中にチーズが入っていて、噛んだ瞬間にまろやかなのかつ濃厚のいうチーズの旨味が広がってきました。でピザの味なんですけど、シンプルなトマトの酸味が効いたもの、まあ、甘辛い、まあ、焼肉あるいはプルコギが乗っているもの、あと何だろうな、4種類なんでもう一つ何かあると思うんですが、一つわからない、よくわからない、あとちょっと調べて字幕で出しますね。あとおそらくホワイトソースが乗っているものの4つがありました。うーん、甘いプルコギのものはピザハットのピザと比べるとややあっさりしているもの、それでも結構肉の脂がきついので好みは分かれそうですね。トマトの酸味が効いたものは結構さっぱりとした酸味、さっぱりしているのであっさりといただくことができました。でもう一つの方もなんだろうな、なんかうまくいけないけど、ダメだ、評論できない、あらかじめ調べておかないと本当不手際ですね、こういうのは。で最後になったホワイトソースが乗っているものはチーズがかなり濃厚で、それとは別にホワイトソースのまろやかさもうまく合わさっていて、まるでピザなんですけど上にグラタンが乗っているような味が合いがあって美味しかったです。自分の中ではホワイトソースのピザが今回一番美味しかったので代表として5点とさせていただきますね。それでは身近世のガラスを破るや世の鳥たち、いや破られてちゃダメでしょ、部屋の中に入ってきちゃうから。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。